おはようございます。ホテルを出ましたが、まだですね、これラリーというよりはそのスタート地点までのあれなんですよね。今回最終回、最終日なんですけど、4日目ですよねは、ホテルからスタートなしに、まあちょっと時間があってね、道の駅からスタートするということです。小樽の景色ですね。でこれこっからスタートかって言ってるけど、また今日夜ねこう帰ってくるんですよ。もう本当は明日フェリーに乗る予定だったんですけど、今日が13日なんで、そのなんて言うたらええんかな、結局台風がねややこしいことになって、もうちょっとでも早くフェリーに乗らないと、なんか結構になる可能性があるっていうかね、そういう感じがあって、もともとが14日のフェリーだったんですけど、今日に変更しました。夜市の方にやってきました。こっちもいいとこですよね。集合地点まで今9時28分なんですけど、11時からそのスタートところがね開設になるんで、まあちょっとこっち側通ってぐるっと回っていこうかなと思っています。この道の駅がチェックポイントで、今班もらったりチェックしてもらって、それぞれが出発します。今日がデイ4で4日目になります。ちょっとしたらばらけるとは思いますけど、こんだけのオフロードバイクがバーッとこう走るっていうのもなかなか壮観やな。こういうことってあんまり僕自身がねマスで走らないから見ることないもんね。目の前に羊蹄山で綺麗です。というてもこの旅、この羊蹄山ほんまにあれやな、こういう感じの雲の場合が多いな。まあでもそれでもいいですけどね。気温が28度ですけど、なんか気持ちいいな、ちょっと寒い感じで、こういう感じでずっといてくれたらいいな。雨は降らんと。オフロード入りました。これちょっと調子込んで走ようかな、やばいかな、ちょっと次はこれ何なの、 43.7、 なかなか1本目から大変ですわ。またこういうとこやね。これ大変ですよ。これー
いとこです。いやいや、口数がねめちゃくちゃ少ないんですけど、それはもう許してくださいね。口数が少なくなってしまうんですよ。しし大丈夫ですよ。皆さんにどうぞって言ってるだけで。こりゃ大変ですよ。でも綺麗なとこも出たけど一瞬です。今下ドロドロのとこ危なかった。終わったか。2本目のダートが終わって、まあ一応ホッとしました。ホッとっていうか楽しかったですけどね、ちょっと意地ででも言ってますけど次、3本目のダートになります。まあすぐじゃないですけどね。休憩会で皆さんトウモロコシを売ってます。うまい。3本目のオフです。これなかなか長いんかな。ギエや路面があんまり見えない。綺麗だね、こりゃあ。じゃけど動画に撮りやすいですよね。実際はね、なかなか大変なところって難しい。でもこういうとこも案外これね簡単そうでね。まあゆっくり行けばなんとかなりますけど、危ないですよね下がね。危ないや言うたらどこでも危ないことになるけど、なんとかアホみたいな走ったら釣りにないでこけそうなしな。難しいよね。あー、またぼやきやった。ぼやきはダメです。北海道のこんな素晴らしいところを走らせてもらっている僕たちはいつも心の中に感謝です。感謝感謝しかありません。最高です。ほんまに最高やね、これ今ちょうど3本目のオフロードが終わりました。ということで、あとラストかな、これもしかしたらラストが20キロぐらいあると思うんですよね。気温が、25度まで下がってきましたね。涼しいで気持ちいいな、これ走るのに。それでは今からラストのね、このラリー最後のオフロードに挑戦したいと思います。この川綺麗ですよね、これすごい。ラストの林道に入りました。
フラットな林道だと思うので、無理せんと丁寧に走ったら大丈夫だと勝手に思ってるんですけどね。ただ妙な思い込みで、適当に走っよったら危ないだろうな。オフロードとしてはすごく綺麗なオフロードで気持ちいいですよね。これ走りやすいというかね。これね、簡単そうに思って走るとね、ずらっとなるような。これでオッズフラットであれだから走りやすいんですよ、すごく。だからほんまにいつもの何倍ものスピードでこう走れるんよね。それで一挙ったらね、やっぱ危ないよね、ほんまに。行ける人は自分のあれで行ったらいいんだけど、行けんのに僕なんかついね、行けるように思ってしまうところがいかんのよね。ほら、こんな感じやで行けると思ってまうわな。この霧雨みたいなもう、それはそれでこう感じが出ていいですね。楽しいな、これ。サイドに落ちましたが、皆さんでこんだけの人間がやると引き上がるもんなんですね。すごいな。まあ、怪我もなくてよかったですよね、本当に。いや、まあ後で分かりませんけど、大きな今のとこ怪我ある感じでもないし。どうもー、皆さんがやっぱああいうきちっとしたロープ持ってるちょうど大事だな。みんなでできましたもんね、素晴らしい。私もこのあれとしては持ってきてるんだけど、もうそろそろこれ終わりですね。オフは全て終わって、あとはもう集合地点にね、集合するだけということになりました。といってもまだ駒図は続くんですけどね、あとちょっとだけ。これ洞爺湖ですね。またスタート地点のね、洞爺湖に帰ってきましたよ。全体のゴールフィニッシュになりました。どうも、ちょっと待ってよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。こんなんでいいの？こんなんいただいちゃった、最高、嬉しい、万歳。あーでもよかった、楽しかった。え、まあ熊よけね、これ使う自体だったらもう終わり。持ってはいるけど終わり。これもう最高、これ使わないのが最高。皆さんが続々とゴールしてきています。たまにはね、見てくださってるという方です。登録をしてないですよね、まだ。
登録はしてないです、はい、今度ちゃんと登録します。いやいや、そんなわけたまに見てください、たまに、はい、ありがとうございます、はい、応援してます、ね、ありがとうございます。本当に、お世話になりました。ありがとうございます。 YouTube、 ません、アップされてます、お疲れ様でした。特に構いませんが、いけますね。私、所蔵家ないですから。じゃあ、お世話になりました。あ、どうも、お疲れ様でした。 YouTube OK ですね。え、 YouTube OK ですね。 OK ですよ。はい、本当に話しかけてくれて楽しかったので一人でね、寂しいのったんですけど、そんな、全然そんなことないじゃないですか。楽しい時間ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、もう一人で田舎から出てきたんで、もう皆さんに声かけてくれて楽しかったです。どこから来られた？四国の徳島です。お、山奥で。大阪はたくさん、あ、どこなんですか？大阪です。大阪ね、都会じゃないですか。徳島ね。僕、都会って言えば私のテネレは、あれ都会っ子ですからね。どこですか？山の中走ったしちゃいけない。あれは都会っ子で、もうオフローダーなんて言うんじゃない。あ、お世話になりました。お疲れ様でした。どうも、ありがとうございます。ご安全で、ラジオです。ほんまやね。それなんですよ。どうのこうの言うより安全に帰ってこれた。こんにちは、どうも、いろいろお世話になりました。 ありがとうございました。うん、楽しい時間をすみません。こんな YouTube なんのくせでも OK ですね。ダメだとか言ってくださいよ。どうも、本当お世話になりました。はい、YouTuber さんなんですか？全然あれですよ、すごい面白いです。人が見ない YouTube に上げてるだけですよ。うん、お世話になりました。ありがとうございました。 YouTube OK? OK です。うん、楽しく話ができたけどね、やっぱり一人で来るからね、うん、楽しかったです。ありがとうございます。もう一時間ちょっと出ます。長いです。打ち上げというか、みんなで、ご苦労さん会がディナーであったんですけど、まあ、途中まで食べたんですけど、7時13分ですね。7時までは食べたんですけど、もう出ようと、2時間あったら小樽まで行けるんですけどね。ただまあちょっとゆっくり、行かんとあれなんで、3時間前に出ました。えらい霧が出てきたぞ、これやばい、これは危ないんちゃう。まあ時間ちょっとね、早めに出てきてよかった。こんなんさ、まあもともとぶっ飛ばすはへん、ぶっ飛ばせえことしませんけど、今の気温はね、21度です。だからまあ当然ちょっと寒いぐらいの感じかな。ノースアイランドラリーに一緒に出た、そしてかつ同じテレネ乗りの、まあ、名前は方がいいな、方と帰りのフェリーで一緒になりました。お世話になりました。はい、もう本当にガチのラリーストに成長するということで、僕らもエセカッコだけで行きます。ちょっとメガネないけん、どこだ、え、どこな、A の、あ、これみたいね。はいはい。